真夏の名古屋を彩る名古屋最大の踊りの祭典、日本ど真ん中祭り。今から13年前、当時の学生たちの踊りで感動を伝えたいという思いでど祭りは誕生。当初は26チーム、1500人の参加でしたが、今では日本国内だけにとどまらず、海外からも全210チーム、およそ2万3000人のエントリー。3日間でおよそ200万人の観客動員数を誇る名古屋の夏を締めくくる祭りとして確実に定着しつつあります。世代や国境さえも超えて、鳴子を手に地域色豊かな踊りを披露し合う。踊りたい、ただそれだけで誰もが主役になれる。それがど祭りの特徴であり魅力なのです。13年の歴史を重ねた今年のど祭りは、金曜日の前夜祭から華やかに開幕。昨年の受賞チームによるエキシビションや、海外から韓国、中国、サイパンより3カ国の皆さんが参加。それぞれ個性あふれる踊りを披露し、国境を越えたど祭りの交流がステージで花開きました。今や名古屋だけでなく全国的にも大人気のアイドルグループ SKE48 の皆さんが、今年の前夜祭のステージに登場。ステージ上に彼女たちが登場すると、会場からは大きな歓声が。可愛いだけじゃない迫力あるパフォーマンスでど祭りをさらに盛り上げました。今年のど祭りも久屋大通公園会場を中心に、愛知県内全19会場で同時開催。地域会場を担うのは地元の商店街や町内会。どの会場も地域の持ち味を生かしたおもてなしが魅力です。会場としてもにぎわいを見せた名古屋駅前。駅前のシンボルである七ちゃん人形は、カラフルなねじり鉢巻きをキリリと締めて皆さんをお出迎えしました。今年は東北復興へのエール、パワートゥージャパンを法被の背中に込めました。会場を陰で支える縁の下の力持ち、それは全19会場総勢7000人ものボランティアの皆さん。全国各地から名古屋に訪れる多くの方々をおもてなしの心で迎えました。赤い T シャツがトレードマークの学生によるボランティア、ど祭り設立当初の学生の思いを受け継ぎ、今もなお学生で運営されています。ど祭りの根幹を支える彼らの活躍なくしては、祭りが成り立たないと言っても過言ではないでしょう。祭りに食はつきもの。メインステージ北側で開催する名古屋フードコート、今年は全国各地の B 級グルメが味わえるスポットとしてパワーアップ。名古屋飯はもちろん、韓国チームの出場に合わせた本格的な韓国グルメや、東北応援プロジェクトと題し、仙台の牛タンや盛岡冷麺なども登場。大人から子供まで楽しめる食のテーマパークとして日夜大盛況でした。残暑に見舞われた今年のど祭り、真夏の名古屋で開催するお祭りだからこそ、熱中症対策は万全。名古屋フードコートには吉津休憩場、各インフォメーションではボランティアの皆さんのご協力のもと打ち水作戦。また会場内の救急体制も、会場内に医師や救急救命士、看護師などの医療従事者常駐でご支援をいただき、より一層安心して祭りを楽しんでいただけるように整備しました。今年は東日本大震災からの復興を願い、ど祭りでは東日本大震災復興プロジェクトを展開しました。名古屋フードコートでは東北の材料を生かした食の展開や、
義援金の募集を。岩手県の観光ブースでは復興支援ポロシャツや特産物の販売、また被災地からは宮城県仙台市より道の区よさこいザックバラン、ポッソバラーレ MG の皆さんの2チームが元気よく参加。そして一日も早い復興を願って、青春応援団がむしゃらによる熱いエールをど祭りのステージから届けました。ど祭りの審査は総合賞、ジュニア大会、アンダー40部門の大きく3つに分かれています。1つ目の総合賞はチーム構成が40人以上でパレードに参加するチームが対象。1日目のパレード一次審査の上位10チームと土曜日の夜のファイナルシード決定戦を勝ち抜いた1チームの計11チームがファイナルコンテストで全参加チームの頂点を目指し競い合います。審査方法が今年から大きく変わり、中でも土曜日のファイナルシード決定戦は昨年からガラッと模様替え。今年は惜しくもパレード一次審査で1位を逃した2位の全10チームが翌日のファイナルコンテストの一席を狙う勝ち抜き戦となりました。審査を担うのは一般市民より選ばれた60名の市民審査員。ドコモスマートフォンによるど祭り審査アプリから一番感動したチームへと投票するという画期的な取り組みです。そんなファイナルシード決定戦全10チームの中で見事ファイナルコンテスト出場を果たしたのは、名古屋市中区より参加の心まとい。どのチームよりも先にファイナルコンテストの切符を手にしました。子どもたちを中心としたジュニア大会では、小学生以下の多いチームはキッズ部門、中学生の多いチームはジュニア部門、2部門に分かれての審査となります。今年で4回目となるど祭りジュニア大会では、子どもたちの弾けるような笑顔と元気いっぱいの踊りが印象的でした。そんなジュニア大会全参加チームの中で見事キッズ部門の金賞に輝いたのは、名古屋市昭和区より参加の昭和保育園立花の皆さん。小さな水平さんに扮した子どもたちが舞台いっぱいに踊る姿に元気をもらいました。またジュニア部門では愛知県犬山市より参加のジョージュニアの皆さんが粋なハッピーを身にまとい、鉢巻きをキリリと締めて、子どもらしさの中にも大人に負けないほどのかっこよさで見事金賞を受賞しました。40人未満で構成する小編成チームが対象のアンダー40部門大会を今年から新設。名古屋フードコート会場を舞台に、会場の特性を生かし、どのチームも趣向を凝らした踊りで観客の喝采を浴びていました。そんな記念すべき第1回目の大会では、楽曲に和太鼓を取り入れるなどこだわりが随所に見られる踊りで、愛知県犬山市より参加のインディゴが大賞を受賞しました。ど祭りでは誰でも気軽に参加できることを目指し、多様な賞をご用意してお待ちしています。1年をかけて積み重ねた集大成、全てはこのステージのために。祭りの熱が最高潮となる最終日、ファイナルコンテスト。210チームの中から選ばれた11チームが13年目の栄光をかけて熱いバトルを繰り広げます。準大賞は愛知県犬山市より参加のジョー。何者にも染まらないテーマカラーの黒い法被をまとい、祭りの美しさ、緊張感、最高に楽しい瞬間を息のぴったり合ったキレのある踊りで表現しました。
大賞2チーム目は愛知県半田市より参加の DDM カンパニー。片時も目が離せないスピーディーな演舞で観客を魅了しました。全員が地元半田市に伝わる童話ゴンギツネに扮する様子は圧巻。踊る楽しさをステージいっぱいに表現して見事準大賞を受賞。そして第13回日本ど真ん中祭りの大賞に輝いたのは悲願の初大賞、名古屋市中区より参加の名古屋学生チームシャチ。120名の学生が一致団結し、底知れぬ元気と笑顔あふれる踊りで見事大賞に輝きました。人と人のつながりで心は晴れ渡る。最後の締めくくりはど祭り名物総踊り。3日間のフィナーレを迎える会場の熱気は最高潮。踊る人も見る人も全ての枠を取り払い一つになる。全員参加型のど祭りだからこそ人が集まり感動を分かち合う。感動の涙、弾ける笑顔、響き渡る歓声、躍動感あふれる踊り、真夏の名古屋を舞台に数えきれないドラマが生まれた3日間。来年もまたとびっきりの舞台を用意して皆さんのお越しをお待ちしています。来年も名古屋が最高に燃え上がる3日間、日本ど真ん中祭りにどうぞご期待ください。 Yeah!